高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬、マコールは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。ちゃんと案内しろよ。おとなしく待っとけ。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。てめえ。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。俺にかかれば楽勝よ。どけ。邪魔見やがれ。そうだ。アバル、そっちはどうだ。アバよ、浮かれている暇はない。ポチッと喜べよ。お前いくつ。ファーストだ。あ、ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。近いぞ近いぞ。魔鋼でむせ返るぜ。おじけづいたか。やるか。長年の夢が叶う喜びだ。もうちっと喜べよ。たら星の中か。すぐに魔鋼炉が吸い上げるぞ。笑えないな。いよいよだぜ、いよいよだぜ。さーて、神羅が送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。自信あんだろうな。ビビりやがって。お前で逃げんのか。落ち着いていけ。おう、任せとけ。期待してるぜ。待ってました。狙うぜ。よっしゃ。大して効いてねえんじゃねえか。魔法で攻めろと言っている。罠かと思ってよ。なんだありゃ。バリアか。この防御システムは初めてだ。けっ、使えねえな。腕が鳴るぜ。おい、あ、通らねえ。おい、このまま続けて本当に倒せんのか。ぼやく前にもっと撃て。てめえの方がサボってんじゃねえか。くそ、あのバリアどうにかなんねえのか。そっちか。敵に行くぜ。よっしゃ。反撃だ。ソルジャー様もお手上げか。助けてやろうか。あ、しっけ。悪い、間に合わなくてよ。お、邪魔ばっかしやがって。このままへばってな。今だ、逃すな、このチャンス。ちょっと休ませろ。よっしゃ、燃えてきた。チャンスが来たら一気に叩き込む。これが出た。覚悟しとけよ。これはいい。功労賞はあのサソリにくれてる。もうすぐドカンだ。邪魔すんじゃねえ。あいつらと合流するぞ。
早くここから出ねえか。厄介なのが起きちまったぜ。頼られちゃうな。敵だらけだ。一丁上がりってな。負けたら集中しねえぞ。もっと生きやがれ。